解説。ボクシング山根会長の元側近に取材して分かった真相。元週刊文春、エース記者でジャーナリストの中村雄太郎が、ラジオ番組に出演し、助成金の流用や不正判定などの疑惑で、連日ワイドショーを賑わせている日本ボクシング連盟の山根明会長、78、について言及した。中村は先日、かつて山根会長の側近だった、前近畿大学ボクシング部、総監督である沢谷博則に取材を行い、山根会長の知られざるエピソードを聞き出したという。近畿大学ボクシング部は、部員等の不祥事から一時廃部。そこから活動を再開し、見事一部に昇格した経緯がある。2012年、昇格を決めた当時、沢谷が当時総監督だった赤井秀和と、抱き合って喜び、様々なメディアでインタビューをしている様子が、取り上げられた。ところが、そのインタビューが、山根会長には、気に食わなかったようで、俺の名前が、出てこなかった。山根会長のおかげです。ってなんで言わなかったんや。と、沢谷を恫喝したという。さらに山根会長の圧力は続き、後輩のコーチを指導する際に平手打ちをした沢谷を、暴行事件としてマスコミにリーク。山根会長は沢谷を引きずり下ろし、その後釜に自身が可愛がっている親族を就任させたという。また、現在、奈良判定やおもてなしリストなどが話題になっているが、実際はどんな様子だったのか沢谷に聞くと、とにかく周りが異常な気を使っていました。どこかの試合会場に行くときは、スタッフが総出で見届けます。まるでアウトレイジで組長を迎えるような様子でした。と、回答したという。さらに、ロンドン五輪で金メダルを獲得した村田亮太選手について山根会長は、俺の政治力のおかげで取れた金メダルだ。と主張し、その理由として試合直前に山根会長の息子が、セコンドについたことで、判定が有利になったことを挙げている。セコンドを務めた山根会長の息子は、ボクシングの経験がほとんどなく、山根会長自身もボクシングは、ほとんどやっていないという。山根会長の異常なエピソードに、パーソナリティの柿花正アナウンサーも、もうわけわかんないですね。と、コメント。今後の展開について、中村は、これからどんどん告発者が、出てくると思いますし、また、我々メディアが取材をすることで、不透明な部分にメスが入っていろんなことが、わかってくると思います。と語り、改めてメディアが、真実を追求する必要性を強調した。